おとつ作家です。いや今回はねパニパニになるんですけれども、ガチャチケットがね、いやなんと17枚溜まったのでね、こちらを使ってまあちょっとね僕の狙いの連空を引いていこうと思うんですが、なんか今回ねめちゃくちゃチケット配ってるんですよ。大丈夫かっていうぐらい1日で7枚とか確か配ってた時があって、でまあ僕結構ねガチャチケットとかジュエル的なものとかってね結構貯められない人で、あるとねすぐ使っちゃうんですよね。でも待てないというか、まあ前に比べたら全然よくはなったんですけどね。そうで本当になんていうか待つのが結構苦手というか、例えば富士急とかディズニーとかあると思うんですけど、そのなんかね乗り物を待つのもねダメなんですよ。全然待てなくて、空いてるところをガンガン攻めてく感じ。そういやでも前に比べたら、待てるようになりましたけどね。それでも待てるか待てないかって言われたら待てない方、そうっていうのもあってね、結構やっぱり女の子とかディズニーとかね好きじゃないですか。そうやっぱ僕待てないから、もうディズニーとか行かないから、で最初にというかね付き合う前とかに言うと、まあいやなんかそういう人なんだみたいな感じで、結局彼女ができなかったりっていうところとか、まあそれとねあんまり家から出ないっていうこともあってね、一向に彼女ができない感じで、ことなんでこんな話になったんだ、なんでこんな話になったかよくわかんないですけど、まあ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 引いていきましょう、うん。でまあこれ10連と単発、10連で1回単発で7回引いていけるんですが、どっちからいくかな。10連からいきましょう。はい、ではね連ジョブもしくはこのサリちゃんのあと防具ですね、防具というか服かなを狙って、まあ引いていきたいと思います。でレン君っていうのがこれです、今出てるこれです、めちゃくちゃかっこいいんですよ。はい、のバーサーカーの職を狙って10連目頼むぞ。金になるよこれ、金になんないワンチャンあるからね、全然出ねえからマジで。はい、10連目いきます。どうだ、スキップしないよ。金来い。おお金1枚え、おいおお金1枚え、やば、一発目できたぞ。おいこれめちゃくちゃ嬉しいんだけど、これ神&引きってやつじゃない、これ10連確定とかじゃないからね、ジョブ獲得。えマジか、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。本当にこれは嬉しい、これは嬉しい、来たね、完全に来たね、流れ来てるよ。これ単発でじゃあ7回分、残りの7回ね引いていきたいと思います。これ金になったらさ、サリのさ服とかワンチャンこれでサリの服着たら完璧なんだけどな。さあ頼むよ、金になってくれよ。こいっと、いやなんないね、なんないね。うぶ、でもねもう今回はもう十分です。レン君ジョブが来てくれたんでね、まあ、これでね単発で金にならなくとも、まあ、しょうがないかなというか、いやレン君来てくれただけでねもう勝ちでしょ今回これ。いやよかった、ちょっと使ってみたかったんですよね、ずっと。あとでももうこっからはチケット貯めていく感じになるかな。単発渋いな。でこれ17連で金1っていう結果になるからね、この金来なかったそんぐらい出ないんだから、ほら。でラスト単発、でもそれでもいいよ。来なくても大丈夫だよ。おっ、そっちか。頭きたか。まあ、良かったんじゃないでしょうか、引き的には。まあ、ちょっと早速なんでね、レン君のジョブに、ちょっと変更してみましょう。装備で、まだね、育てきってないからね。一応、装備もね、整っているんでね。はいはいはい。フル装備でございます。でまあ、ジョブチェンジ、バーサーカーというような感じでジョブをチェンジしていきます。見た目あんま変わんなくない？
なんか変わった？あ、ちょっとかき上げた感じ、え、あんま変わってない。まあ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 、いいね、素晴らしいね、こういう時もあるんね。1点狙い、ほんと闇だからさ、よかったよかった。うん、これです、これですよ。重い、なんかこれが使いたかったんです。あ、待って、そういえば全然育ってなくて恥ずかしいんだけど、まだレン君、これさ、これ新しいやつだよね、敵に、ん、これだよね、新しいスキルを使ってみよう。敵にダメージを与えて睡眠状態、味方の防御力上昇という感じ。どれ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 、結構シンプルな感じなのね。不合格だ。でもかっこいい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 。はい、というような感じで、ね、無事よかったです。まさか引けると思ってなかったからね、レン君引けました。またね、チケット試し次第、まあ、ガチャ回していこうかなと思うので、その時にはぜひぜひよろしくお願いいたします。もしよかったらね、ツイッターのリンク概要欄に載せておきますので、フォローお願いいたします。合わせてチャンネル登録よろしくね。ではまた次回の動画ライブ配信でお会いしましょう。どうもご視聴ありがとうございました。タカでした。バイバイ。そういえば今、激色の塔来てるよな。ちょっとやんねえとな。